しようどうしよう、フィルター、痛い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 、あれ、こんばんは皆さん、こんばんはニワニ、こんばんワンワン、違う、このフィルターなんだけども、すいません失礼いたしました、お騒がせいたしました、カメラが安定していません、やばい消えた、ごめん、フィルターを選んでたら携帯を落としました、ウェンウェン泣いた、ちょっと待って、安定した、安定した、よし音楽をポチッと、人ですか、人は私しかいませんね今、遠藤事故の再現、そうかもしんない、今超散らかってる机のところ、皆さんこんばんは、スマホつける、いや棒使ってるんだけど、その棒のなんか下がね、なんか止まらないんだよその棒が、そうそうそう、めっちゃめっちゃ、今日はガーリーで行こうかなと思います、ちょっとね、やっぱ明日で一つ階段を大人を登るのでね、やっぱ今日はちょっと子供っぽく行こうかなっていうのを、はい、感じです、こんばんは皆さん、こんばんは、こんばんは、ネイル見た？親指だけね、やってないの、親指はね、ちょっとグリーンネイルというのになっちゃいました。ふわふわチャンネルいつ動画あげました、あげますか、え、日付はじゃあ言えないけど、次上がるのはだからね、楽しみにしてて、明日からも子供扱い、いやまあ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 ね、18歳になったとしてもね、まあまあまあまだ子供なんでね、未成年なのでまだ子供扱いしてです、ネイル変えた、5月からですね、5月からあの5月のネイルをしようと思って、誕生日の月だからエメラルドグリーンにしました、さらちゃん DM って迷惑ですか、え全然、もうマジで、あの本当に今日何したよとか今何してるんだっていうすごいどうでもいい情報とかでもめっちゃ送ってほしい、あの好き、あのみんなの DM 見るの好きだから、本当にあのくだらないのでも全然送ってほしい、ほら、ウェーブやったね。ちょっと緑っぽいんだよね。こう、グリーンネイルだってんの、ここ。グリーンネイルわかるかな？ガキだよ。ガキだよ。ネイル一緒。でもなんか、マニキュア？マニキュアだったら大丈夫らしい。ここ。マニキュアだったら塗ってもいいんだけど、ジェルネイルすると、このグリーンネイルが治るのが遅くなっちゃうから、ちょっとお休みさせてる。だからマニキュアを、塗ろうか迷ってる。うん。どうでもいい。え、めっちゃ待ってる。さな、既読早いからさ。DM 見んの好きな返信してけライン。返信してけラインって何え、めっちゃそう。だから、本当になんか、さなが送っていいよって言った子とかは、なんか結構、今日何したんだよとか、今何やってるのとか、言ってくれる子いて、嬉しい。ネイルサロン空いてる、サナが行ってるところは空いてた、空いてるね、ずっと、うん、暇な時ね、ね、彩香はね、いつもね、送ってくれてる、本当にもうね、もう本当に私は既読が秒なので、ありがたい、めっちゃ嬉しい、ずっと DM 見てるからさ、なんか来ないかな、みんなからって、本当に既読早い、やっぱり今日もサナなんか勢いあるね、いや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 、変わらん変わらんえ、これからも、え、ぜひぜひお願いします。サナピ、ヤッホー。ヤッホー。今日はサナのこと考えてたよ。え？何考えてたの？どういうこと考えてたの？え？この前たくさん送った、見たよ。ちゃんと見てます。ちゃんと見てます。はい。ありがとうございます。サナに DM。
いやもうモナはちょっとコメントを読むように頑張りますと思いましたね。この間の DM でごめんなさいと思いました。この間のコラボはコメントがあんま読めてなかったらしいので、マジでごめんなさい皆さん。コラボするとなかなか、いや読んだつもりだったんですけど、一応コメントも拾ったつもりだったんですけど読めてなかったらしいです、ごめんなさいストーリーは見るよ。こんにちは、こんばんは。服めっちゃ可愛いやん、イエーイ明日誕生日だなって、え、ちゃんと分かってた？ね、え、でもね、本当にね、なんか、すごい、今まで人生の中で一番誕生日って感じしないかもしんない。うん、なんか、うん。ふわたんとかの写真をツイッターにあげるとすぐいいねくれるさなさんが好きです。ツイッターも基本ずっと見てるからね、いいねをしてます。コラボってそういうもん、本当に？よかった。なんかごめんなさいと思って。そう、なんか知らないうちにこうね、話、あの、このコラボ相手と話しがちだったのかなと思ってて、まあ楽しかったけど、めちゃめちゃピースしたかった、ごめん、仲良く立ったわけじゃない、ピースしたかったんだよ、本当に仲良く立ったわけじゃない可愛らしい洋服親から誕生日プレゼントは結構あの沖縄帰った時にカバンとお財布を買ってもらいました。はい、可愛いです。今度送るね、ぜひぜひお願いします。スクショしました、中指立ててるとこスクショしたの違う、立てたわけじゃないんだよ、こっちの指でピースしたかったんだけど、ここ手が立てきれなかったさらごめんよ、いやこちらこっちの方がごめんだ、ほんとコメント読みきれなくてごめんなさいって感じですほんとだよ、さらが悪いやつみたいになるじゃん、悪用しないでインスタコラボをコメントで下画面の人見え、でもなんかさちょっとコメントをさ、あのなんていうの、見えなくするようにできるよねできるよね、確かできないっけ、あれなんか一瞬一瞬一瞬っていうか、なんかほほこのこのこれくらいのコメントをこんくらいにすることできるよ、うん、できるできる。カバンと財布見たいわ、あのちょっと待っててください、 YouTube で見れるかもしんない、うんうんどうでもいいけど私もその串持ってる、100均おそろっちー、遠藤もおそろっちだよ、みんな持ってるよね、うん、まだ3種類しか、何をな、あ、サナに言ってないのか、これサナに言ってない会話じゃないのか、なるほど痛い痛い痛い、神様、カバンってこの間持ってた白いやつ、ケイトスペード、そうそうだよ、そうそうそう、可愛いでしょあれ、めっちゃ可愛くないあれ、本当に触覚ないと私は死んじゃうから、触覚はあるの、ゴキブリみたいでしょ今ね、ほら中途半端な長さがこことここにいるのよ、伸ばしてんのこれ今。今日の TikTok で着てたかっこいい系の服似合ってました、かっこいい系かなあれ、なんかセクシー系じゃない、なんかどっちかといえばギャル系の子が着てる服だよ多分さなちゃん髪結んだ時一番ごめん、今日結んでないってか、あんま結ばないな、なんかライブの時が基本結ぶかもしんない、うん、好きだわ、また見に来るね、17歳ラスト、もう行っちゃうの、ありがとうリカ、バイバイ、17歳もありがとう、たくさんサナちゃんを応援してくれて、髪色かわいい、いやねちょっと紫なんだよね、全然茶色だった、無理無理無理、わかんない、なんか直で見ると紫、ちょっと紫、あこれを入れました、この間も言ったんですけど、これこれ、いや、サナも触覚あるのはゴキブリだと思ってる。ゴキブリ触覚だから、ゴキブリ触覚。ほら。カウントダウン TV の時の、あ、黒で、あれか、もうめっちゃ、まあ、ポニーテールでもないやつでしょ。後ろに、ポンみたいな。もう結んでるやつでしょ、多分。お風呂上がり？え、サナお風呂上がり？これでお風呂上がりだったらやばくない？おい、なんでメイク落としてないのって感じじゃない？全然お風呂まだ。お風呂はね、何時に入ろうかな、誕生日超えてから入るかな
本当はね今日ねやりたかったんだよね、やっぱ年越しやりたかった、年越しじゃないな、カウントダウンやりたかったけど、やっぱ厳しそうなので家族とおとなしく電話します。私はさな痩せたよね、うちも水生活始めたよ。痩せた、なんかこの一定の体重を一応落ちたんだけど、その目標体重までなかなかいかないな、難しいっていうのはある。うん、はい水生活きつくない、さなさ、もう1ヶ月くらいね水を飲み始めて、あ、これ今日ね、あとこんくらいなんだけど、水をの飲み始めてもう1ヶ月経つんだけど、なんかやっぱ水おいしいってならない、どうしよう水おいしいってならない、どうしよう、助けて。なんか本当に喉乾いてる時じゃないと水がおいしいって思わない、本当にもう無理やり飲んでるから本当に。はいはいはい、24時におめでとういね、やった。明日でもツイートは明日するかな、うん、多分夜中はできないかも、うん、できないから。体重40キロくらいないくらいかな、40キロはねまだある。そう、30キロ台が目標なんだけど、その30キロ台に行くのがなかなか難しいです。はい時ひなに撮ってもらえば、何を撮ってもらうの、ん、サナちゃんスタイルいいと思う。いや全然ね、サナの思ってるスタイルはもうあのバービー人形です。だからもうまだまだ、てか暑いんだけどこのお部屋、助けて。2リットルはきついよ、やってみて。何が美味しいの、いちごミルクフルーツ系、カルスピっていう人した。めっちゃきつい、レモン汁とか入れると、レモン汁もなんかな、なんか、うん、なんかいいやさなちゃん最後の17歳の日インスタライブ嬉しい。いやそれはね、やっぱやらなきゃよ、やっぱね、17歳最後はね、はい、そうですね。お洋服どこの、お洋服はですね、シークレットハニーだっけ、わかる、あのマルキューにあるかな、確かマルキューに店舗があるシークレットハニーさんのお洋服です。身長何センチですか、身長は158センチだと自分の中では思ってます。157か158どっちかなんだけど、一応持って158にしとくっていう感じ、158か157ですね。でも自分では157だと、あ、違う158だと思っております。うん、0時00分お送り見たい番組ちょっと過ぎちゃいそう。全然もう皆さんのお祝いしたいタイミングでいいので、もう私はもう祝、こんなにねたくさんの方に祝ってもらえるだけで本当に嬉しいのでね、いつでもおめでとう待ってるよかわいいカチューシャ、前もこの服着て配信した時にこれつけてたんだよね。なんかカチューシャしとけばちょっとは可愛くなれる魔法あると思ってるから、そう、これよく言うんだけど、そう。それで40キロ、すげくないよ。ちゃんとね、お菓子食べないで水飲んで、お菓子とアイス食べないで水飲んでれば意外といけるよ。毎日2リットル飲めば、水。お祝いしたかったなね。あ、やばい、ちょっと。みんなに今年は、ね、直接っていうのかな、直接やってもらえないのがねちょっと寂しいけど、どうしても、でもまだこう SNS がある時代に生まれてよかったなって、すごい。 SNS がなかったらさ、祝いたくても祝いきれないんだよ、やばくない。そうだから、そう考えたらまだこう SNS がある時代に生まれて本当に感謝してる私は18歳マジどうなるかね、私未来が見えない、本当に今この状況、コロナでね、やばい。もうとりあえずもう YouTube 新しく始まったし、うん、やっぱ今はやっぱ SNS を頑張るしかないのかなって、うん、思う。今できることが SNS しかないから、うん、今日の TikTok の上の服どこのだろう。上の服はね、沖縄で買いました沖縄で買ったんだよね、沖縄の美浜チャタンで買った、わかるかな、免許取れる年だよ。
うん、SNS がない方がそれやばくない？それやばくない？ちゃんと会ってお会いするってやばくない？それやばいって俺大晦日生まれだから家族以外に言われなかったよ。え、大晦日生まれ家族なんで？なんで大晦日なんで？なんで？え？ついこの間ファンになりました。同い年でこんなでかいの上がる。いや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 、ほんとにもう褒めすぎ。ありがとう。同い年なの。やったー。高校3年生、ラスト JK。ありがとう。やったー。これからもよろしくお願いします。サナ一緒に教習所行こうや。いや、サナは怖い。車の運転怖いから、運転してくれる人が欲しいな。誰か運転してよ多分サナが車とか運転すると多分すぐ事故っちゃう気がする。そう、なんか事故って、わー事故ったやばいとか言ってそうだもんそう学校に友達ないと友達にならない。あ、なるほどね。あ、そういうことか。なるほど、確かに大晦日って学校休みなのか。確かに。え、でも、5月あるあるなんだけど、5月あるあるも、まあまあ、なんか、やっぱ、こう、新しい、なんていうの、学年とか、こう、中1になりました。はい。で、4月来ます。で、まだ友達わかりません。で、誕生日とかもわかんないじゃん。で、5月なんてすぐ来るじゃん。4月にさ、学校始まって。だから、もう結局、さなちゃん誕生日いつってなった時に、結局なんか、あ、5月14日だよみたいな、あ、もう過ぎてるみたいな感じ。いつもなんかそう、結局過ぎちゃって、あ、そうなんだみたいな、あ、過ぎた、あ、もう終わったんだみたいな感じ。そうかな、私の誕生日あるあるディズニー行きたい、ディズニー行きたい。沖縄の人、あ、確かに沖縄の人が確か免許取るの早い気がする。みんななんかすることないからそう過ぎちゃうんですよ私はね。いつもなんか結局過ぎちゃって祝われないですね。祝われない民ですね。はい。お、明るくなった画面が。どうせ夏休みだから学校なんてない。え、でも全然いい。今年夏休みなくて全然、その行けなかった分学校行けるし制服着れるって考えたら、ラスト JK だからやっぱ制服いっぱい着たいから嬉しい。全然いい。しかもそんなさ、通信だから毎日ってわけじゃないから、なんか別にね、夏休みなくなってもなんか別に夏休みちょっと休みあるみたいなもんだから、そうはいディズニーランドの駐車場って一発勝負だから、え、知らない知らないよ、そんな車の話全然知らないよ、わかんないよ。行ったクリスマス生まれだから学校ないので祝ってもらえなかったな。あー、わかる。サナの弟もクリスマス生まれだから確かに祝ってもらえてないわ。でもおばあちゃん、おじいちゃん、おじさん、おばさんとかに祝ってもらえてたかも。うん。課題まだあんの？めっちゃ悪くない？頑張ってるね。ファイトー！ファイトー！オーブが飛んでるのかと思ったら違う。これはキラキラ加工。お父さんはどんな車に乗っていたの？お父さん？パパの車なんだろう、あれ。でも家族で乗るのはなんだっけ、アルファードじゃなくてベルファイア乗ってますディズニーいつから再開だろうね。いやでもディズニー再開したところで多分人はいっぱいいるから、サナは行かない、ちょっと当分は行かない、あと怖いし、てか第2波、コロナ第2波来そうだからちょっと怖くて、うん、行けない。行きたいけど。だからなんか TikTok でなんかおうちディズニーみたいなやってる人がいて、そう、なんか自分で乗り物を再現してやってる人がいて、それ見てもディズニー行った気分になってる。整形しますか？え、バリバリの無整形です。え、逆にどこしてると思ったの、これで。え、嬉しいえ、初めて言われた配信でよ沖縄タクシー安いよ、安い。自転車の後ろに乗せるのはそれ多分警察捕まるよ。2人乗りは警察捕まるから。ああまだ少ないよ。
学校だから、え、そうなの、マジでも頑張れ。ベルファイアなんだ。そう、アルフ、最初はアルファードだったんだよ。でもアルファードが壊れて、そう、あの車ね、スーパー行くとき涙袋、やっと涙袋はね書いてますね、結構書いてます。あのなんだっけ、そうそうそう、アルファードはお買い物行くときにこう坂登ってるじゃないですか、こう駐車場止めるときってなんか坂登ってこう行くじゃないですか。でその坂登ってるときに止まったの、ここで。怖くない、めっちゃ怖くない、もう泣いたもんマジで、本当に本当に泣いたもん。その止まったときマジ心配性だし泣き虫だから、もう死ぬかと思って、心臓止まるかと思った、本当に泣いた。うん、全部整形しててもいいくらい美人。いや、してませんですね。したいっていうなら、あのちょっとこのね小鼻にしたい、小鼻をしたいのと、この目と ここの目とここの目の大きさが違うんですよね。私ここが三重でここが二重なんですけど、だからここがちょっとちっちゃいので、ここの三重と合わせたい、合わせたい、大きさを合わせたいですね。はい、左右対称にしたい。そう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 、あとほうれい線なくしたいな。うん、涙袋、涙袋初めてやった。涙袋でも、涙袋もでも整形したいって思ったことある。ヒアルロン酸だっけ。サナはゴリゴリに、なんだよそれ、それヤンキー車じゃん、それね、マンジが乗るやつ。サナマンジじゃないもん、サナはピンク、ピンク乗りたいな、ピンク、ピンク、あでも黒でもいい、白はちょっと汚しそうだから怖いから。うんうん、唐突にサナって泣く、え、結構泣くね、泣き虫だからね。うん、泣き虫なの、結構泣き虫なので、意外と頻繁に泣いております、本当に泣き虫。はい。整形するならサナちゃんの顔になりたい。いや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 、やっぱね、自分の顔になってみるとね、やっぱ改めてこうずっと自分の顔って見るわけじゃん。そう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 、だからすごいコンプレックスっていうのがどんどん見えてくる、自分の顔になってみると。うん、うん、なんだ。サナ整形しないで鼻めっちゃ綺麗だよ、本当に。話したら、この笑った時にこうね、普通見るときはまあ別にいいんだよ、まだマシ。でも笑った時にこうベーってほらほらなるから、それがちょっとね。うん、あとこのほうれい線ね、ほうれい線、そうそうそう、最近泣いたの、え、夢で泣いたかも。なんか夢で、あ、聞いて聞いて、夢でね、こうなんか弟と、サナの一個下の弟と親友と、その弟の友達とか出てきて、なんかめっちゃ嫌われて、めっちゃ嫌われたのね、とにかく弟にも大親友にも嫌われてね。そう、それでなんかめっちゃ悲しくなって、で親友になんか、あ、なんかで、ママが来たの、お母さんが。そう、なんかお家で嫌われてたの。場所がなんか学校でも嫌われてたんだけど、なんかお家に帰っても、あいつやばいみたいな、めっちゃ嫌われてたの。何してか分かんないけど嫌われてて、とりあえず。そうそうそう、で嫌われてて、でなんかお家でなんか、あいつなんか逃げようぜ、あいつから逃げようぜみたいな、弟とその親友と弟の友達がなんか言ってて、そうそうそう、うん、やってたんだけど、ね、でお母さんが帰ってきて、であんた、ここさ、な、そのなんていうの、いじめる計画をしてる話を、そのお家のそばでこう聞いてて、この弟と親友が会話してるのを聞いてて、でお母さん帰ってきて、あんたここで 何してんのって言って、え、今いじめられて、なんかいじめ計画されてるみたいに泣きながらお母さんに言ってて、でそれで、でお母さんもちょっとこの計画聞いててやばいから、その言ってる内容がみたいな言って、あの泣いてる、あ、そのいじめる計画やばいから聞いててって言って、でなんか弟の友達になんか、おい、親来てるぞ、親聞いてるぞみたいな、怒られるぞお前らみたいに言って、逃げろってなって逃げて、親と、あ、親じゃない、その弟の友達と弟とその親友が逃げて、親来るとやっぱ怒られるじゃん、いじめてると。そう、怒られるから逃げたんだけど、でそれでサナが、待って、なんでいじめるのみたいな、待って、逃げないでみたいな言われて、でそれで、それで、で親友がそう駐車場に隠れて、その逃げてからね、駐車場隠れてて、でなんでそんなことすんの、サナは信じてたんだよ君のことを、なんでいじめんの、何もしてないじゃん、もうなんでこんなことすんのみたいな。
たいな、泣きながらやってたら起きた。で、なんか起きたら、ってなってて、で、いつの間にか目が覚めた。うん、マジで泣いてた、それで。最近ね、なんか沖縄の夢よく見る。なんか沖縄、自分が沖縄にいる時の夢をよく見る。うん。そう、面白かった。そう、もうね、起きた時もマジバト、もうずっと。もう、こんな気が、ちょっと、もうやばかった、もう起きたら。え？みたいな感じだった。よくわかんない。とりあえず、嫌われた。嫌われた。うん。大好きな親友と弟と弟の友達に嫌われてたっていう夢です。はい。たまにさな嫌い、たまに。なんで？なんで嫌いなの？悲しい。泣いた。リアルでもそう起きたら、でも夢見ると意外と泣いてる。うん。夢は子供の頃の内容を覚えない、いくつになっても。でもなんかこの辺、なんか知らない人とかもたまに出てくる。ね、君誰？って人出てくるよね。なんかその夢占いを調べたかったんだけど、なんかなかなかね、なんか難しいじゃん。弟と弟の友達がいて親友に嫌われるって絶対出てこないから。うん。うん。なんでみんな嫌いっていうの？なんで嫌いなの？どこが嫌いなの？言ってみてよ！直す！頑張って！かわいすぎるか。なんだよ、それ。それは理由になってない。もう、それはどうしようもないじゃん。ブスになると。嫌だ。それは絶対嫌だ。ブスにはなりたくないから。うんうん。やだやだ。夢見てしょっちゅう泣くよ。うん。一回できたんだが気に入らなくて、何しか間に合わない。助けて。全然、サナはもうね、それ作ってくれるだけで本当に嬉しいから、全然何でもいいよ。楽しみにしてる。いつもクオリティめっちゃすごいもん。ひなこは、うん、逆に夢にファンがあるよ、あるある、全然ある、うん、嫌われるようなことは した記憶はないんだけど、嫌われてたね、夢で。いつの間にか大好きで姫、いやね、ジョーはね、いつもね、可愛いよってめっちゃ褒めてくれるの、もう分かってる、本当に。それはもう本当に嬉しい、姫だから。今日はゾンビに食われる夢見た。いや、とんでもゾンビに食われる夢、サノを見たことあるかもしんない。うん。怖くないマジ。夢の中って。ボタン取れたんだけど、なんで？めっちゃびっくりした。めっちゃボタン取れたんだ、びっくりした。急にボタン取れたんだけど、え？まあいいや。うん。サノの夢、今日でよ。誕生日に出演しよう、みんな。シャワーからただいの、あ、シャワー浴びてた。なんで？サマの配信見てよ。ジョーはリリタンだよね。リリタン呼びしてる。怖い夢は苦手。サマもそうかもしんない。なんか、怖い映画とか見るのは好きだけど、こう、夢として出てくるのは、マジで怖い。なんか一回ね、なんか神様に願ったことがあって。こう、こっち向いたら楽しい、こっち向いて寝たら楽しい夢見るってなって、こっち向いたら怖い夢見るって言って、願ったら本当になるのかなと思って一回寝たことがあったの、小学生の時にね。で、だからやっぱ楽しい夢を見たいわけじゃん。だからこっち向いて寝たの。でも夜中にやっぱさ、寝相で動くわけじゃん。で、そういうこっち見たらとか忘れてて、そう。だから夜中に普通にもう寝相としてもこっち向いちゃったのね。そしたら本当に怖い夢見た。これガチ。結構ガチ。本当に。やばい。誕生日どうする？ぼっち。あ、家族と電話してる。かな。うん。まあ、正夢ね。でも見たことある、この光景見たことあるっていうのは夢で見たことあるやつなのかなって思う。夢。うん。嫌われる夢は幸せな夢だし。来たよ。来たよ。来た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 。いいよ、サナちゃん好かれる。最近夢見て忘れちゃう。結構覚えてんだよな、サナ意外と夢。多分寝れてない、それ。いや、その時間は家族と電話してますね、私は。眠る多分体勢入ってるので。初配信はいつなるかな、決めてない。シャボン玉歌いながら手洗ったら、何してんだって言われたわ。ちゃんと TikTok 載せて、サナがあの振り考えたの。サナがあの手洗い考えたの。ねえ。
15秒の間で考えたの。ジェリービーンズ踊ってほしい。じゃあ YouTube で踊ろうかな。TikTok でも踊ろうかな。サナ空いてる。知ってるよ。知ってるよ。何キャラよ。何キャラ？何キャラって言われたらわかんない。うるさくて、頭おかしい。明日の配信は、まだどうなるかわかんない。うん。わかんない。明日メイクしてなさそうだし。TikTok で不法の音源調べて結構あるある。あのね、リリースしてるのは多分全部ある。うん。俺に TikTok しろと、うん。してよ。ふわふわのファンって、あの、ハッシュタグ、ファンズ。初投稿、バズりたい、おすすめ乗りたいってやってよ。え、サナも見たい、ヒロの。ヒロの見たい。ふわふわ全員と順番、それは多分ね、なかなか厳しいな。それ多分厳しい。YouTube 教えて、金井先生やって。本当に？あれな、誰か入れて、じゃあ何が教えてか、何のさ、振り知りたいみんな。うん。何の、あれ知りたい、金石先生。うん。ヒロキモいよ。明日みんなとケーキと飲むの。いや、ご飯がね、配信とかではなかなか食べるのは、きついかな。うん、ダメだから。うん、ツイートはするから、ツイートとインスタはする。あ、 TikTok もする。 TikTok はあちっちゃい頃の写真、昔の写真、あの時を戻そうやる。うん、やめときます。いや、やってよ。見たいな。ちょっとだってみんなやってねって言ってたじゃん。みんな、あゆみと遠藤とサナがふわふわ、あの公式のコメントでみんな真似してみてねみたいな書いてたじゃん。そうだからやってほしいな。うん、誰もやってくれてない今のところ。うん、悲しい。うん、せっかく考えたのに、みんなが真似してくれると思って考えてやったのに誰も真似してくれない。ただ可愛いいいねしか言われてない。誰もやってくれない。なんで？メイク紹介ね。なるほど。毎日メイクはそのうち撮ろうかなって思ってます。はい。メンバーとズームしてみたわをやろうと思ってるんだけど、でもなかなかこうね、あのどうやって画面を映すやつがないし、みんなと今会えないし、こうコードとかもないので難しいです。はい。今は TikTok 見てください。今日もあげたのでね。TikTok 楽しみ。見てね。まあみんなもうここにいる人は多分フォローしてくれてると思うけど。うん。これはヒロ君やるしかないね。いや、これはこんだけね、煽られたら、やっぱ、ね。これはね、もうやっぱ、サナにやってっていうのを待ってたんだよね、ヒロ。うん。みんなやろう。うん。やって。やってやって。TikTok は女の子のでも、え、でもいっぱい男の子もやってる子いるじゃん。いっぱいいる、マジで。うん。いっぱいいる。シリズモ大会はね、微妙だな。ちょっと許可が下りるかわかんない。え、フォローして、何を。え、フォローして、はい。ふわふわの TikTok サナのいいね、数2番目くらいに多かったの。本当に？ありがとう。みんなもっとコメントしていいんだよ、TikTok。あの、Twitter でね、コメントしてくれてる方も、あの、TikTok にもね、コメントしてくれてもいいんだよ。うん。毎日 TikTok ね、チェックしてくれてね、ストーリーにも載せてくれてる。ちゃんとわかってるよ。うん。なんでワニッコチャンネルで見るの？なんで？ワニッコチャンネルで見れてないのがあるかもしんないよ、消して。そう、消しちゃって見れてないのかもしんないのもあるかもしんないよ。うん、え、みんながでも撮ってくれたらサナいいね押しに行くから、ちゃんと。うん。ちゃんと見る。TikTok は、いやいや、ヒカルちゃんも十分若者でしょ。ほんとに。もうね、誰がやったらとかじゃなくて、もうみんなでやりな。みんなでズームで、こうね、こうやって、それを載せればいいじゃん。どう？ほら、一人じゃない。いいじゃん。
気の利いたことコメントできん、どういうこと？アンチをしちゃうってジョーはねしてくれてるTikTok さ一緒にできるやつあげて、え、どういうこと、どういうこと、一緒にできるやつってデュエット的な、え、サナの横でデュエットすればいいじゃん、何でもいいから、ダンス絶対面白いから手洗いコラボした、え、じゃあ手洗い乗せればいい、あのシャボン玉乗せればいい、え、めっちゃ楽しみなんだけど、みんな見れるじゃん、久しぶりにみんなの顔見れるよ、8人でやればいい、そう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 、みんなで画面録画して、こう誰かが 音源流してズームでこうやればいいじゃん、どう、え、どう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 、いいと思う、おう、サナいい案考えたんじゃない、これ、どうどうどう楽しみだな、明日誕生日だっけ、イエス、そうです、明日で18歳になりますね、早いですね、うん、マジで本当になんか17歳何もしてないなって思う、なんか今もう本当にもうもう一回17歳やり直したもん決まり決まり、おー、いいいい、楽しみにしてるね、みんな超楽しみ、おじさんとか言うなよ、もうモナがおじさんなんて言ったらね、サナおばさんになるんだからね、え、そんなんダメよマジでTikTok のデュエットできそう、デュエットできそうなやつ、デュエットできそうなやつがね、最近ね、そう、デュエットの音源を探してて、でもなかなかないなと思って。昔はさ、ちょっとさ、ちょくちょくデュエットしてたじゃん。なんかミッキーとミニーとか。そう。男のね、TikToker さんがなんかミッキーやって勝手にサナがデュエットしてたりとか、エンドとも一回やったけど、サナ推し頑張れて、サナ推しじゃなくてもやってよ。誰が編集する、編集とかいらんくない、普通にだって音源流せばできるもん、あれ。手洗いの TikTok 撮ろうと思って、本当に嬉しい、撮ろう撮ろう、みんな撮ろう、見る専門ですか、うん、カービィのデュエットできる、あ、確かに、てて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 、あ、確かに、なるほどね、あ、カービィのね、あ、いいね、あれ、サナうまくない？17歳の彼氏が一番好き、でも18歳の方が好きになる、好きになるね、どうなるかわかんないけど、顔変わるのかな、18歳になったらちょっと大人な顔になるのかな、わかんない、わしもおじいちゃんでさ、みんなさ、おじいちゃんなんて言っちゃダメだよ、もうみんな若いんだから、まだね、まだ若いんだから、おじいちゃんっていうのはね、80歳くらいのことを私はおじいちゃんというと思ってるので、まだまだいけます、まだまだ人生あるよ姫パンチすればいいの、え、多分だからサナが多分ね、こう、え、どっちがいい？殴られたい？みんな。殴られたいならサナがこっちやってる方だけを取れば、この、右下くらいにボタンがあって、そこに、そこを押したらデュエットって出てくるから、それで、そう、この、あの、ファンの人が、うん、サナに殴られてるみたいなのがいいのか、それともサナが逆で、こうやられて、みんながこう殴ってんのがいいのか。大人っぽくなってプリンセスにはなりたいね。うん、ドレス着たい。ハロウィンでプリンセスになりたい、うん、もうどっちもやれば、本当にデュエットで使ってくださいって、なるほどね、恥ずかしいよ、一人でこんなやつでしょ、やられてんでしょ、殴るのはいいけどさ殴る直前の、え、もうあれね、撮った後も爆笑しかしてなかった、やばこれっつってバウエル・ジゼル・サナに解明します、何を解明するのどっちもやんのか、殴りたいに決まってる、何、サナに対してストレス溜まってんじゃんそれ何それ、めっちゃサナに対してストレス溜まってるやつや、怖っ、うん、年金生活のオタクが一番楽しいはず、年金生活あんま分かんないゴールデンウィーク明けてさ、久しぶりに会社のメンバーとウェブ会議したら阿部君太りすぎて、え、中央さん太ったの、なんで、なんで嘘ったの嘘、痩せよう、もうサナは筋肉痛です、いっぱい動きすぎて、あの一昨日ね、そう YouTube のある企画でこう体を動かすやつをやったんですけど、はい、2日連続もずっと筋肉痛です、痛いです肩が、うん、特典会で TikTok 撮影やろう、やりたい、でも今もう特典会やれるあれもう感じじゃないでしょ今コロナだよ
それを撮ってる姫面白そう。絶対笑う。本当に笑う。サナを殴ったらやばいけど、サナに殴られてんのも嫌だ。なんで？じゃあもうどっちも撮るね。とりあえず。うん。頑張る。いやー楽しみ。デュエットされるの楽しみ、めっちゃ。ね、坊主だとさ、太ったら絶対わかるよね。もう、顔さ、もう全部、フォアってなりそう。自粛すると食べ過ぎるように。サナちゃんは逆なんですな、それが。何時までインスタライブしますか？ 11 時、1時間かな？ 1 時間しかできないし。うん。あとね、10分？あ、20分だ。2週間で10キロ痩せるダンスを始めるがね、あれね、疲れる。あれ、筋肉痛なるよ、絶対疲労。うん、こんばんは。脂肪さん坊主だよ。結構前から坊主だよ。コスプレしてたね。あれはね、ちょっと YouTube の撮影なので、楽しみにしてて、いつ上がるかはわかんないけど、先かもしんないけど、まあまあまあね、楽しみにしといてください。はい。デュエットやらないで。いや別にやらなくてもいいんだけど、なんかみんながデュエットしたいって言うから、そうそうそうね。やっぱ楽しみにしてるから、うん。やっぱ TikTok もやっとこうみんな。うん。で、ね、こうおじいちゃんになった時に、こうね、孫とかに、おじいちゃんこんなやってたんだよ、みたいな、おじいちゃんの時代はね、こういうのが流行ってたんだよって言えるじゃん。どう？将来のこと考える。こんにちは。坊主いいな。なんか髪ないとさ、こうし、ずっとこう触ってそう、自分の髪。5キロはやばい。その5キロも走れないよ。うん。2キロでいい、2キロ。早く姫の YouTube みたいな。YouTube 楽しみにしてて。見てね。でも、やっぱ、初めてやってるから、こう、どう喋ったらいいかわかんないし、マジつまんないけど、1個目は本当に見てほしい。本当につまんないし、もう本当につまんない、マジ。つまんない。自分で言っちゃうけど、つまんないんだけど、やっぱね、初めてだから何もわからないことだらけなので、見てね。休業期間使ってある時期、毎週配信料理。しないんじゃない？何も、うん。してないよ。TikTok を孫に見せるのはやばい。いやいや、いけるって。で、こんなかっこよかったんだよ、おじいちゃんは、みたいな。言わない？おじいちゃんとかって言わない？こう、昔のさ、卒アルとかさ、めっちゃさ、おじいちゃん卒アルの写真見せてくるんだけど。かっこいいだろ、つって。こんにちは、こんばんは。後ろ、あ、読めなかった。もちろん見るよ、楽しみ。うん。楽しみにしてて。まあ、1個目の動画はやっぱ、まあまあまあ、許してください、本当に。うん、許して、マジで許してなんだけど、見てねってだけです。はい。まあ次は、次回はサナなので、楽しみによろしくお願いします。毎日 YouTube の方考えてる、本当に。いやでも結構ね、もう撮りだめめっちゃあるから、本当に。うん。本当にめちゃめちゃ撮ってるので。ピンポンダッシュやってみたら、誰にだよ、誰にやるだ、めっちゃ迷惑じゃん、もう。それは黒歴史なんだよ。黒歴史じゃないから。それはもう自慢すれば、孫もすごいって思うから。自慢しとけば、自慢して、こんなにいいね来たんだよ、みたいな。こんなに再生されたんだよって自慢すれば。全然大丈夫、うん。自慢しとけば多分どうにかなる。孫はね、その時代を分かんないわけだから。うん、みんなに孫はいるのか分かんないけど。十円玉は分かるよ。編集は自分じゃないです。サナの卒業アルバム見たい。え、今度見せようか。可愛くないよ。なんか加工されてた。なんかね、サナね、まつげも上げて、リップもつけたの、ちゃんと。ブレザーにね、ずっと入れてて、リップ塗って、口塗って、やってたんだけど、完全に落とされてた。口の色ないし、なんなら、髪の毛も茶色、もともと地毛で茶色いのに、なんかそれも真っ黒にされてた。びっくりした。ね、YouTube で沖縄方言講座やりたいと思って、なんか、せっかくならなんか沖縄帰った時に撮ればよかったなって思ってる。沖縄方言講座、なんか。沖縄を背景にやればよかったなっていう。うん。サラマジ可愛くない？え、なんかさ、サラさ、免許証じゃなくてさ、どこ行ったっけ？あっちのカバンに入ってるわ。学生証、見せようと思ったけど。SNS に載せてよ。なんでだよ。え、でも前なんか小6の時の SNS 載せられたことある。やんちゃでしたって。先生に反抗してました。金しさない。みたいな。うん。サナのことを恨んでる人が載せてたよ。
孫どころか子供すら無理です。いけるよ。自慢しなきゃやっぱね、楽しい楽しかった時代なんだよって、こういうのが流行ったんだよって、いいよ。YouTube さんメンズ向けのコンテンツもやってね、毎日メイクされてもほえーってなって終わっちゃう。すいません。じゃあメンズ向けのやつを教えてほしい。うん。メンズ向けって何？でもさ、結構もう女の子向けは撮ったかな。髪の毛、前髪と前髪の巻き方とかも撮った。パスポートの写真。パスポートはね、写真あるっけ？パスポートさんの沖縄だな。うん。サナの小学校時代の同級生とか言うから、サナの卒アル見たいって DM 来たことある。え？小学校時代の同級生。怖っ。怖っ怖っ。まあね、多分沖縄の人は多分結構、小学校一緒の子とかは結構サナのこと恨んでる人多いから、たまにちょくちょく、暴露されてます。たまにいる、乗せられてる。すごい、恨まれてる。なんか東京に行って、なんかこう、芸能活動して、天狗なってるみたいな、書かれた。メンズ向けは女の子にモテる方法。女の子にモテる方法？ん？企画？水着選びに行く。え、それちょっとやばくない？いや、セクシー、なんでさ、そうやってさ、みんなさ、露出させようとするの？サナに。本当に、やらないっす。それは、夏に行ったプールくらいの写真でいいよ。水着選びに行くはわかんない。水着選びに行ってどうすんの？着てみましたってやるの。もう狙ってるやん、それ。嫉妬だと思うよ、全然。うん。こうやって芸能活動して東京行って、羨ましいんだと思う、普通に。そう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 、田舎、そうそうそうなんだよね。寝た前じゃなくて、寝た、え？あれ？漢字がわかんない。見たくないって返して、あなたはいい人だ。電磁気だ。うん、あなたはいい人。普通ね、絶対にそんなね、推しの写真見たいなんて聞かれたね、サナだったら見たいって言うかもしれない。絶対見たいって言うもん。絶対見たいって言うもん。え、それはなんか、嬉しいわ。ありがとう。水着選び。めちゃ脱がそうとするじゃん。なんで？え、そんな安売りさせたい？ダメ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 。セクシー路線、さ、セクシー路線まず似合わないから、そう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 、その、大人の要素がないので、もうちょっと大人の要素ね、ある方にそういうのがいいのかなと。私がやっても何の需要もないので、はい。私はお腹出してるからね、大丈夫大丈夫。おへそ出してるから、いいじゃん、それ。本当に好きね、本当に君たちはもう。びっくりした。北海道でしょ？北海道で地震あったよね、今多分。めっちゃさ、最近地震多くない？本当にやばい。うん。水がやばい、うん。うん。うん。アイドルにグラビアさせてる気がする。いやでも多いよね。まあまあ別に人それぞれだしいいと思います。おはした最高。急にどうした？急におはしたどうしたね。女の子のコメントなくなってしまった。嫌われたわこれ完全に。最初の方あったのに嫌われた。ごめんなさい本当に。女の子の企画もちゃんとやってますよ。てか女の子の企画しか最初上がってない。本当に言うけどさら、あ、でも、みんなが見るのも撮ったよ、ちゃんと。男の子も女の子を見てくれるのを撮った。うん。安売りだと、え？どういうこと？確かに顔は大人っぽいけど、性格はセクシーさがないね。うん。こんな性格だとね、なんもね、エロく見えないもん。なんで北海道地震あったってわかんの？え、通知来る。なんかそのニュース速報みたいなアプリ入れてるからさ。だからコロナがさ、どこで、炎症起きたかわかるアプリ入れてるから、通知来るのよ。今日は確か8人くらい。8人か7人で。うん。女の子ごめんなさい、本当に。ごめんなさい、本当に。多分見てくれてると思うんだよ。うん。見てくれてるけどコメントしてない子もいるから。すいません、ちゃんと女の子の企画もやってます。スケボーさんばっかりで悲しい。いや、
その一人だから絶対君も本当に読まれただけでめちゃくちゃ嬉しい。ありがとうございます。読みますよちゃんと。私はいやコメントがね、あの多分見てる人がもっと多くなったらやっぱコメントって流れるの早いから、うん、だけどそうですね、今はコメント読みやすい、あのスペース速さ遅さなので全部読むように頑張る。うん、いつでもへそ出しできる体型全然だけど意識高い。いや意外とね、お腹出てへこませてる時もあるよ実は。言うけどね、はい。今来たこんばんは、しおりんこんばんは、ありがとう。水着より、え、これ何洗ってるって読むの、銀。読めない本当に。え、そんな無理して女の子呼ばなくていい、かわいそう、もうかわいそうかわいそう。サナって感じ、その感じじゃないから、その感じじゃない。鍋洗ってるとこみたい。鍋洗ってるとこ、鍋鍋洗ってる、いいよ全然、料理配信とか金しここって食べ物、金しここって何、どういうやつさなちゃん感じ弱いんだね。めちゃめちゃ弱いですね本当に。あ本当に、いや多分配信ずっと見てれば分かると思う、本当に感じ読めない、ダメ。ふわふわのライブ行きたいんですけど、女の子のオタクとかっていますか。います、ちゃんといます。全員が全員男の人ってわけじゃない、全然いる、単独とかも、うん、全然います、大丈夫です、来てくださいうちもサナと一緒で漢字読めない、いいんだよ漢字読めなくて、調べればいいのよピアスの穴開ける配信は、あのね、もうね、サナ開けたくない、もう耳はねもういらないから、もうこれ以上穴は開けたくないね本当に。うん、いいや、おへそはあげないと思うけどサナの配信見てて元気出る本当に。いや超くだらないよ、くだらないし、なんか面白いこと言えないしさ、サナ漢字読めないしさ、バカバカでさ、本当にいいとこ何一つないんだけど、こうやってみんながもう見てくれてるから本当にありがたいと思うし、こうやって時間をね割いてね、こう、うん、勉強してみくれて、勉強しながら見てくれてる子もいればね、こう忙しいのにちょっとでも覗きに来てくれてね、本当にもう感謝してます、こんな私に時間使ってくれて本当にありがとうございますさなちゃんのオタクしたいですか、わいい、え、してください、え、もうマジでマジで本当にお願いします、土下座するからお願いします。ふわふわのライブ来てる子、女の子可愛すぎてやっぱ恥ずかしくて、いやそんなんね、こんなん気にしなくていいんだよ、え、もう来て、もうそんなん気にしないで、恥ずかしいとかないから、ふわふわみんなねいい子だから大丈夫だよ。さなちゃんと串食べ一緒、100均かな、100均、おそらっち増えた、みんなとそんなに穴開いてんのか、7個開いてますよ、うん。酒飲みながら見てるわ、パパみたいだねそれ、サナのお父さんみたいおばさんオタクもここにいます、全然おばさんでも全然大丈夫、絶対おばさんじゃないサナちゃんのオタクデビューしました、いや本当にありがとうございます、みんなもっと DM 待ってます、本当に楽しみにしてるね、みんなありがとう、テンション上がるぞこれ調子乗っちゃう、ダメダメダメ、ありがとうございます。新潟で最近 TikTok 見まくってます、サナのかな、サナの見てくれてんの、ありがとうございます、嬉しいな、みんななんか、え、嬉しい、ニヤニヤしちゃう、ダメ、恥ずかしい、覗きに来た誰だ、覗きに来た誰だちなみにその絶対嘘じゃん、いやいや絶対嘘やそれめっちゃタイプです、いやー、このもうタイプなっちゃったらね、こんな会う時になるまでもう可愛くなりますね、頑張ります。サナ毎日メイクあげる予定だよ、ちゃんとすっぴんから載せるから、みんな楽しみにしててね、まだ撮ってないんだけど、だから結構先になっちゃうんだけど、うんそう、毎日メイクは絶対あげようかなっていう、 YouTube やったら絶対あげようかなっていう思ってた企画ではあるので、うん鍵アカからの DM って見れてんのかな、え、いつも送ってくれてんのは見れてる、あれ鍵アカなのかな、鍵アカの DM は確か見れるんじゃないっけ、 DM は見れるけど、あれが見えない、ストーリーが多分見れないかった気がする
メンバーも可愛いし、みんな可愛いよ。みんな可愛い。もう来てくれる子は可愛い。全員可愛いから。本当に。誕生日お祝いメッセージ送ります。やったー！幸せ。幸せ。めっちゃタイプ。それはもうね、言わなくてもね、知ってる。知ってる。知ってる。うん。知ってる。いつもね、もうね、もう見るたび見るたびなんか可愛くなってるって言うもん。メイク何分かかるの？ 1 時間。いやでも最近はマジ頑張って減らして30分で終わらすようにしてる。今まではマジ、本当に1時間やってたんだけど、こだわりありすぎて。うん。でもマジ最近は本当に1時間じゃない、30分で終わらすようにしてる。うん。あ、いつも送ったのかぎやかじゃないのか、なるほど。DM は見れる。DM は鍵アカでも見れるけど、確かストーリーが見れなかった気がする。うん。DM 長めに送ったよね。見ました。ちゃんと見てる。忘れないようにスクショしといてるから、なんならそう企画とか。うん。みんな DM 送ってんだな。うん。嬉しいよ。嬉しい。メイクは時間かかる。サナ多分ふわふわで一番時間かかってるので。なんか遅いんだよね。なんかわかんないけど、すごい遅いの。うん。ねえ、サナが生まれた時間は知らない。自分でも知らない。あ、ママに聞こう。俺可愛いって言われることが多い。え、サナに？自粛期間中髪色落ちてきて、次何色がいいかな？ピンク。自分がすごいピンクにしたいからさ。ピンク。姫あと3分知ってる。もうあと1時間後18歳。やばい、テンションキモい。静かにしなきゃ。みんな寝る。ジレメイクって読むんだっけこれ。やりたいと思ってるけど特徴があんま分かんないな。メンヘラ的な。メンヘラ、メンヘラか。そう、もう配信終わっちゃう。うん、やばい。あと私で1時間後で18歳になってんの。やばい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 。この人生もう18年間生きてきたんだよ。やばい。時間かけないメイクと時間かけるメイク両方とも多くなるんだよ。そうそうなんだよ。その5分メイクやったら多分あの下地で終わるから、あのベースメイクで終わっちゃう。サリサリ。うん。隣の部屋の声とか聞こえるの？え、サナとヒナの部屋は聞こえるかな？あとは聞こえない。うん。絶対似合う？本当に？マジ？一週間コーデやってほしい。一週間コーデいいよ。多分毎日服の系統違うけど、サナ。やばい！残り1分59秒。やばい。皆さん、本当にありがとうございます。今日もたくさん褒めてもらえて、最後の最後まで私は幸せでございます。本当に。皆さん、17歳も本当にありがとうございました。こんな金サナを応援してくださって、本当にもう。ね、みんな たくさんなんか、たくさん意見をくれてね、嬉しいです。私もどんどんもっと成長していけたらなって思います。17歳はね、最後ら辺はもう本当にコロナばっかで全然会えなかったり、ね、全然なんか SNS とかも、なんて言うんだろう、前より右上できなかったんですけど、できなかったかな、うん、思うんですけど、本当に、ね、これな、こんな私なのにね、でも応援してくれて本当に嬉しい。嬉しい、本当に。ありがとう、みんな。また、18歳のカニサナちゃんとね、コロナ終わって、18歳のうちにはね、絶対、会えたらいいなって思っても、会えると思ってるんだけど、はい。本当にこんなくだらない話に、本当に最後の最後まで付き合ってくれてありがとうございました。本当にね、今日は見てくれて、いつも見てくれてありがとうございますので、今日も見てくれてありがとうございます。はい。ということで、あと50秒しかないです。また途中で切れちゃうので、はい。あ、浮上。ごめんなさい。はい、本当に。もうわかんない。文章まとめられない。本当に。ありがとうございました。応援もしてくれてありがとうございます。18歳の応援もよろしくお願いします。ありがとうございました。バイバイ。おやすみなさい。カバン見えてる。バイバイ。バイバイ。おやすみなさい。